では渡辺浜子さんに歌っていただくわけでございますけれども、数々のヒット曲の中から西条八十作詞、服部良一作曲の蘇州夜曲、もうみんなこの歌でどれだけ慰められたか分かりません。歌っていただきたいと思いますけれども、この作曲家協会会長の服部良一先生が、作曲者でございますので、ぜひ今日は指揮をしていただくと。先生お願いいたします。ぜひお願いいたします。それでは蘇州夜曲お聴きいただきたいと存じます。思えば戦争中、この蘇州夜曲に慰められた方々がどれだけいらしたことか。人々に安らぎの歌を送り続けて50年、人生の全てを歌に捧げて悔いはありません。特別賞渡辺浜子さん。大変味わい深く聞かせていただきました。